八坂神社は、東京都練馬区大泉町にある神社。境内神社として、稲荷神社、浅間神社、御嶽神社がある。八坂神社は後、売りモのため、売りを嫌うという言われがあり、食べたものは神罰を受けるという伝説が残っている。主祭神は、スサノオの命。以下の見柱は、境内神社にあり、総称して、副祭神と呼ばれる。創立年代不明。 文化、文世紀に編まれた、新編武蔵国風土機構においても、社殿鎮座年歴不明とある。また、同書では、天皇社と記されており、現在の社名である、八坂神社に改められたのは、明治初年である。中里の藤塚本殿に向かう、石造りの鳥居をくぐると、山道両側は、深い緑樹が続いていく。境内が一段と高くなった。 正面本殿の右手前に非対道がある。これは以前は左側にあったが、右側に移転された。正面は拝殿、その奥に神殿がある。社殿の右側に中里富士と呼ばれる富士山に似せた大富士塚があり、これは江戸時代から昭和初期にかけて地域の富士港の人々によって築造された。富士塚内に百8 2 2年の石碑があることから、 江戸時代に築造が開始されたものと思われ、明治初期の地元の丸吉港によって完成したと伝わっている。現代でも区内の富士港の人々によって伝統行事が受け継がれている。江間堂には三景図などの絵馬が十数枚奉納されている。三景図は江戸時代のもので、当時の景観が写実的に描かれている。境内抹茶には稲荷神社、浅間神社、御嶽神社がある。 稲荷神社、浅間神社は本殿の左側、御嶽神社は左側にある。江戸時代から昭和初期にかけて盛んだった富士山東拝者の集団である富士港が築いた富士塚の一つ。練馬区内でも比較的大きなもので、高さは南側木部から12メートル、計は30メートルある。明治初期に丸吉港により築かれたとされるが、 文政5年の石碑から江戸時代にはすでに存在したと考えられる。36基の石造物の中でも道祖神の石踏みは区内で唯一のものとされる。ありがとうございます。